黄色なんか黄色いね。離れたらそんなことないけど、スケさん、ポポさん、チコちゃん、マッサヒロさん、赤色サンタさん、クマ、ゆーちゃん、タコ、ありがとうございます。オツポンヌっていいね。なんかオツポンヌあんま聞かん。色の問題は別にねこれは別に写真撮ってもあることやけん仕方がない。機械はそういう風になるからね。普通に写真撮るときでもショールームとか関係なく写真撮ってもなる。仕方がない。ピロシさん、朝霞さん、ヤジウマさん、だるまナーラブさん、なこれなんだっけ、カエルサンタさん、かわいいギフトありがとうございます。黄色すぎて気になる。ケンジさん、ありがとうございます。これはさすがに黄色すぎる。これはやっぱこれの問題か。この服が画面を黄色くさせている。写真とか撮ってもなんかそういうの悪くない？なんかここで写真撮ったらめっちゃ黄色いなみたいな。まあそれは普通にその場所の電気の光加減であるけど、そのフィルターはかけてない。なんかフィルター変な色しかないもん。ほらほら、こういう変な色しかない。なんかめっちゃ加工みたいな色しかないので、特に何もつけてない。一昔前まではなんか明るくできるだけみたいなやつがあったんやけど、
これなんか明るくしてもこういうなんか変な色になるよね。なのでいじらないようにしてます。寒く見えるかな。全然寒くない。なんなら暑い。リングライトは使ってないね。リングライト使ったら、なんやっけ、目になんか目が疲れるよね、電気があるだけで。そうやっけ、ショールームはいいかなと思ってつけてない。そう、お話し会はつけとるけど、でもそんな強くはつけてない、うん、明るさをめっちゃちょっとちょっとしか。ずっと画面つけとるだけでもやっぱさ、こうライなんていう、画面のブルーライト浴びてそこにそう電気を出したら、そうダブルで大変なことになる。リングライト購入しました。いいやん。あれじゃない？みんなの、みんながその行くときにつける分にはいいと思うけど。そうそう、ショールームとかってなったら1時間ぐらいずっとつけたままにさ、配信しとる間ずっとライトを見るみたいなもんになるけん。そう、つけてない。ブルーライトは気にしてないよ。ブルーライトは気にしてないけど、普通に目が疲れるけん使ってない。栃木のスーさん、ありがとうございます。
何の音って、そう今日イヤホンつけてないよね。滝です、滝、滝の音。子供の日らしいことなんかした、子供の日らしいこと、あ、でも子供とご飯に行ったありちゃんと、ありちゃんとご飯に行きました。本当はあるところに行こうと思ってたんですけど、そう本当は行こうと思っとったけど、なんか今日天気が、昨日見たら天気予報がなんかあんまり良くなくて、そう、よろしくないみたいな、なんか降水確率 90% からの 60% みたいな感じだったけん、雨で行っても写真撮れんし、またまあしかも人が多いゴールデンウィークにわざわざ行かなくても平日に行けばいいかってなって、で行くのやめで、また違う日にしようねみたいな、そう次の日にしよう、お次じゃない、次の機会にしようねって言ったら、アリちゃんのパパ、アリちゃんのお父さんが、そう本当はね、なんかアリちゃんのお父さんも一緒にその場所に行こうとしてたんですよなんか分からんけど、そうなんか分からんけど、パパも行こうとしとって、でまあ亡くなったけん、アリちゃんが、アリちゃんパパに、あの違う日になったよって言ったら、なんかもうサラピと遊ぶ気満々で焼肉でも行こうかって言っとるよって言われてじゃあ行くってなって、アリちゃんのパパとサラとアリちゃんで3人で焼肉に行きましたそう3人でご飯食べ行った別に皿推しとかじゃないと思うけど、なんでか分からんけど、なんか分からんけど3人で、そう肉でもね、皿やっぱ気づいたことがあって、やっぱり焼肉食べたら胃もたれするようになったよね。なんかちょっと前に弥生と行ったんや、焼肉、その時もなんかめっちゃ胃もたれするみたいな、なんかそう途中から胃もたれみたいな、これが胃もたれかみたいな感覚を覚えたんや。でもまあ食べ過ぎただけかなみたいな、そうちょっと肉を、美味しいお肉をね、ちょっと頬張り過ぎただけかなって思っとったよ。そしたらなんか今日もやっぱカルビとかターンとかね食べとったら、なんかめっちゃ胃もたれ、あなんか胃に来たと思って、そうでも食べたい気持ちはあるけん、そう いっぱい食べとかな。でもそしたらなんか胃がもたついたそう胃がもたついたよ。アリちゃんのパパにも早いよって言われたけど、でも本当に胃がもたれて、なんかもう焼肉の食べ放題なんか いけないなってちょっと思ったそうそう胃もたれを感じました。量が食べれんくなる、いやもうね、そうだねって思った。お肉の種類、いやまあでもカルビかな、でもそんなに、いやでもどうなんや、メインはタン、何食べたっけな、でもそうなんかハラミが売り切れてるみたいになって、ホルモンと
カルビの塩タレとウインナーとカルビ塩タレタン、ネギ塩タンと座布団食べたんや。年じゃなくて普段ヘルシーな食事してるから、してないけどねしてませんけどね。そう、カルビが油なのは分かるんやけど、でもメインはタンを食べた気がするんやさ。タンが食べたくて、ハラミが一番好きで、でもなかったけんさ別にもうこれに関しては普通に認めますよ。全然たまたまじゃない、前回もそうやったけん。2回連続でそうなったってことはもう2回とも食べ過ぎかもう普通に胃もたれ、でも胃もたれを感じた。安部さん優勝タコありがとうございます。おいでます元気さん、バラ20世紀ともっちゃん、シリアさんありがとうございます。なんでみんなそんな認めさせんようにしてくるの別にサラがさ言っとうやけ、胃もたれもう感じるようになったなって言っとるやけ別にいいじゃん。なんでそんなみんなが認めようにしてくるの。別にみんなのことを言っとるわけじゃないのにサラのことを言っとるだけなのに、なんでみんながさ、なんで否定してくるの。サラが感じたって、本人が感じたって言っとるんじゃけんさ、ね、そうで、しかも肉だけを食べれないなと思ってちゃんとサラダも食べて米も挟んで、そうで食べたけど、そう、サピニアたくさん食べてほしい。まあ焼肉じゃなかったらいっぱい食べる焼肉じゃなかったらいっぱい食べますよ。サラフィニアは若さを維持してもらわんと、なんか気に障るななんか気に障る朝食焼肉オンリーね、焼肉オンリーで朝食になるかもしれん。え、でも食べたいんよ、食べたいけん食べるんやけど、食べたいけん食べるんやけどちょっと感じたって、そんな胃もたれ感じた話しただけでこの絵否定されちゃ何にも話せないもん何も話せません。で、まあ食後にジェラートを食べた、ジェラート屋さんのジェラートを食べました。カルビはね、確かもう油が多いので、それはもう理解していますよ。重々承知です。ホルモンも結構プリプリでした。ネギ塩タン、ネギ塩タンはあれと同じぐらい好き。ハラミと同じぐらいタンは好き。1番ハラミ、2番はタンかな。それ以外は特にないそれ以外は特にない。
ょっと思い出したことがあるからメモし。思い出したことがあった。そうだけ寿司食べたいね寿司食べたい。なんかご飯行くってなったら焼肉って言うけど、でも寿司もいいね。寿司ですってなったら大人だね。でも今日そうあやちゃんのパパと行ったけど、そしたら次はママが行こう、ママと行こうって言ってるよんってあやちゃんから来た次はママと3人で何どっかにご飯行くかもしれん。そしたらその次もう家族の中におるかもしれんさ。スケさんありがとうございます。まあ田中家はね入ったとしてもママと田中美穂と3人、まあでも2人でも行ったけど田中美穂のママ行ったけど、いつかまた行くかもしれない。アリちゃんママと次はそう3人で行きました。寿司はね福岡で食べたいんよね。広島はでも行けるか。そうお父さんと銀座のシース違うザギンのシースっていうやっけ、みんなザギンのシースっていうんですっけに行った時に、そう結構あの回らない系で言ったっけ、醤油があのまあ東京なんでね普通の醤油なんですよ。普通の醤油なんでさ、九州醤油がいいよね。どうしてもあのしょっぱい醤油、甘い醤油に慣れて生まれて
生きてきたので、そう、まあでもあれから何年も経ったので、その前行った時から何年も経ったけん、まあ味覚はきっと大人になっているので、そういうところがでも美味しく感じるかもしれないけど、普通の九州醤油がいいんですよね。加入前だよ、普通に高校生の頃かな。東京行った時、でもさ、広島の回転寿司とか寿司三昧とか行った時に別に醤油が気になったことはないよね。別に広島って普通の醤油なんかな、どうなんやろ。でも広島で寿司行ってわーっと思ったことはあんまないけどね。どうやろ、福岡のくら寿司は確かに普通の醤油と九州醤油どっちも置いてある。唐戸市場もね、めっちゃ行きたい、ほんと。そう、1年に1回ぐらいは行っとるんやけど、そう、行きたい。醤油の違い気になるよ、多分福岡九州醤油、九州の甘い九州醤油になれとったらっていうのはあるかもね。多分逆に関東の人とかはその九州醤油受け付けん人もおると思うし、甘いの嫌だっていう人もおると思うけど、 それで生きてきたけんさ、小さい頃からもう味覚がねそれない。でも広島のスシローとかスシ三昧とかそういうところで食べて気になったことがないけん、いけるようになったんかな、気にならんようになったんかな、気にならんようになったのか、広島もギリギリそんなめっちゃしょっぱい醤油じゃないのか何なのか分からんけど、砂糖醤油とは違うね、また違います。運動筋味噌のやつ、そう、この前もね、じゃがりこの九州醤油味食べたそう、あんな感じかな、いや、あんな感じかな、まあまあまあ、あれはまたちょっとお菓子になってるけど、またちょっと違うけど、メモ。
それがよくあるよ、九州醤油。美味しいよ。じゃがりこのナポリタンもうなくなったんじゃない？あれ期間限定だからね。もうなくなったんじゃないか。お店によってはあるか。でも最近見てない、確かに。ポタポタ焼きのせんべいも九州醤油って、あーそうなんかな。でも確かに言われてみれば甘い系というか、確かにそうなんかな。運動器醤油わかるかな。味噌わかる。今なんか見ようと思ったよね、だけ。ああ、そう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 。じゃがりこのパッケージがなんか最近、そうだよ。なんか謎の文字が書かれてある。この前食べた九州醤油味のやつは、千葉利用って書いてあった。千葉利用って何？千葉利用、どこの言葉？頑張れ。へえ、どこの言葉？そうだね、今週かなんかだけで、あ、沖縄か、そういうことか。やけん九州醤油最近、今週だけでじゃがりこ4個ぐらい食べた。じゃがりこは4個、もうじゃがりこはね、ほんとやめられない、止まらないですよ。知っとるわそれ、これがカッパエビセンなことぐらい知ってますよ。そう、じゃがりこ、もうじゃがりこはめっちゃ美味しい。本当に素敵本当に素敵です。本当にあれだけはね、もうちっちゃい頃から変わらずずっと好き。
目隠しして利きじゃがりこ。でもさ、じゃがバター味はほぼ食べんのよね。じゃがバターとチーズはほぼ食べんくて、そう、だいたいいつも期間限定味か、期間限定の味をメインで買うか。だってもうさ、いつもあるやん、期間限定の味が。だけそれを食べるか、明太もんじゃを食べるか、たらこバターを食べるか、シンプルな気持ちの時はサラダ味を食べるかみたいな感じやけん、じゃがバターとね、チーズ味を食べることなかなかないよね。そう、シンプルなのが食べたい時はサラダ味を食べます。ストックはしません。ストックしたらストックにならんのよね。ストックにならんのよ。なんかそう、何個か買っても1日で平気で普通に200個とか、もうあれば3箱でも普通に食べてしまうけん、そう、やめてます。あ、てかスペシャルサポーター投稿しようと思ったのにしてなかったよ。そういえば今からしようかな。ごま油食べたことある？最近見かけてないけどね。こういう話したらじゃがりこ食べたくなる。明日絶対食べとる気がする。明日はね、高根のなでしこさんのお招きツアーに出ます。チャートリーで。当日券も確かあるみたいなので、まあ広島にいるよって人とかはね、ぜひって感じで。スペシャルサポートは決まったメンバーしかやってないよね。でもまあそんなことを言い始めたらね、ブログも決まったメンバーしかやってないし、まあ研究生はね、そういう、あの2期も研究生の時やっとったみたいな感じで、絶対なんやろうけど、明日はゴルフをやめて参加します。どうもありがとうございます。まあね、そうなんですよ。じゃあ、サラはどっちかっていうと、みんながやってないからこそ、あの、ちゃんとやろうと思うよ。そう。みんながやってないものだからこそ、そういうね、会員コンテンツこそやらないとね。ツイッターとかもね、あれ、それ毎日ツイートしたりするのもいいと思いますけど、おはようツイートとかそういうのをするのもいいと思うんですけど、毎日ツイッターはツイッターで特別ファンって人じゃない人にも届けれるから、ツイッターとかもした方がいいと思うんですけど、メール、ブログ、スペシャルサポーター、スペシャルサポーターとかはね、特にね、そういうのがないとあまり得がないくなっちゃうじゃないですか。ね、あまりの得がなくなっちゃうので、得がないっていうか、まあ、スペシャルサポーター、スペシャルサポーターでスペシャルサポーター席みたいなのがあるけんさ、そこに応募するためにあるものって言えば、まあそうなんやけど、
それはそうなんやけど、でもそれ常に思うのは、外のファンを、外のファンというか、外のファンを引っ張ってくるのも大事だとは思いますけど、大事だとは思いますけど、今あるべく、コアなオタク、コアなオタク、コアなオタクっていうかな、コアなオタク、そう満足させられない人はダメだなーってね、思うので、コアというか、ディープなファン、ディープなファン、深いファン、そうそうそう、ディープなファン、大事にしないとね、いけないから。って、私は思ってます。わかりません。別にこれが正しいオタク像。間違った。メンバー、オタクじゃないわ、サラは。サラはオタクじゃない。サラもオタクですけど。違う。これがね、正しいメンバー像だとは言わないですけど、別に。別に思わないですけど。まあそう思、まあサラはそう思ってるから投稿しているよってだけです。だから別にこれをやらされてるって思ったらやりたくなくなるので、私は。自分はライトなオタク。でもショールームを毎日っていうか配信するたびに絶対にコメント欄におる人たちはライトではない気がするけどね。そのお話し会に来るコンとかイベントに行くいかん、公園に行くいかんはあるかもしれんけど、でもショールームを毎日見とる時点でライト層ではない気がするけどね。ライトだったらそんな軽く見てますぐらいだったら、そんな毎日毎日ショールーム見らんくない？何分あるかもわからんさ、ね、YouTube とかみたいにさ、何分ってもう決まって出とるものをさ、10分見ようとかでさ見るわけじゃないのにさ、どのくらいはあるかもわからんの、最初から最後まで通知が来た瞬間見てずっと見とる人たちはそうと思う。って考えたら、ショールームも見る、そしてギフトも投げたりしてくれる、で、ツイッターとかにもコメントをしてくれる、で、お話し会、オンラインにもリアルにも来てくれて、遠征イベントにも来てくれるみたいな、なんか、そういう、もう、すべてに来てくれとる人が、良い意味で異常な、良い意味で異常というか、すごい、熱いダークディープなダークディープなすごい人だなと思う。そうだなと思う。いい意味で異常なだけで、そうそうそう。でもショールームを毎日見とる時点で本当にライトすぎるライトだったら、多分ショールーム見てないし、 SNS は見とるけど、SNS フォローして見とるし、まあ地元に来た時にはまあ会いに行くけどみたいなね、とか大きいコンサートは行くけどみたいな、でもぐらいの人だったら、まあ私はライトなファンですかもしれんけど、それだけ見てくれていて、もうなんだよ、スペシャルサポーターに入ってる人とかはもう絶対間違いなくディープなオタな気がする。これ褒めてますよ。みんながどういう風に聞こえてるか分からんけど、褒めているつもりです。私はオンラインっていうお話し会を参加してくれる人ほど、ことをしてくれる人は本当に特にディープやなって思いますよね。
シェアサポートない投稿しようとしたっけ。お褒めの言葉です。でも真似したいをして、サラが行ったカフェに行っている人たちは一番ダークでディープなファンだと思う。でもさ、なんかサラが言うのもなんやけどさ、楽しくない？そういうさ、なんて言うんやろ、普通に生きとったらというか、サラのファンになってなかったらとか、サラのあれを見てなかったらカフェとかさ、そんな行くことなくない？じゃない？だってカフェとかさ、普通にまあ行く人もおるかもしれんけど、普通に好きで行く人もおるかもしれんけど、そんなさ行こうってさ、なかなかね、ならん気がするので、そう考えるとこちらが言うのもなんですけど、結構ね、新たな、みんなの新たな扉を開いているんじゃないか説あるよ。ちょっと集中して載せた方がいいから、もうちょっとで配信終わって、ギリギリ金曜日の今日に載せようと思います。あのさ、毎週ね、あの金曜日とか、そう金曜日に載せようかなとか言ったけど、でも金曜日あのごちゃのアンケートとかに多分毎週追われてるんですよ。そう今日もごちゃに追われて、なんかあの作詞家にでもなった気分。なんかもう毎週5種類ぐらいのアンケートで、その5種類のうちのその1つの項目に3つ提出するものとかがあったら、なんかもうそんな1週間に1回ないよってなってしまって、もうまだ3週目なのにそうなってしまって、そうココアさんもね、最後のツイッターでなんか毎週最初の方は追われてって、アンケートに追われてって書いとったけど、多分まあ最初だけなんだろうなって、最初だけだこんなに追われるのはって思ってやっとるけど、そうやけん、そういうのがあって、なんかほんとね、作詞家の気分よ。もう何にもしてなくて、こう考えようと思っても何にも降りてこんのよ。何にも降りてこんけど、ちょっとテレビ見ながらなんか喋っとったりとか、間違った喋ってない、テレビ見とったりとか、そう何かしよう、何かしたり、どっか行ったりしとるときに、そうなんとなく一旦なんか違うことしようと思ってしたら降ってくる降ってくるっていうか、あこれみたいな、ポッと思いつく感覚やけん、なんかそう最近はね、ある意味忙しくてもイベントとかがあっとるけん、まだなんてやる、そういう話題というかあれがあるけど、本当に何にもない1週間とかやったらどうしようと思う。何も出てこん気がするマジで何にも出てこんわ。そんな、そうない。あさかさん、栃木のスーさん、みんみんさんだるま、やすべさんだるま、ありがとうございます。そう即時化みたいになってます。テレビを見てますよ。書いた方がいいよって、えさ、そういうの無理だよね。なんかメモ、携帯の中のメモとかもすぐ消したくなるんよ。なんかもうあのメモに何個もいろいろあるのが嫌いで、メモもあの限られてたメモしかないんよ。別にメモなんてさ、何個あってもさ別にいいと思うんやけど、自分の中でそうちゃんと整理して消したくなるけん、そう毎日書いたとしても次の日には消したくなってしまうけん続かん。
やけんってメモ帳買いたくはない。あの、もの。ものは買いたくない。今日は、スペシャルサポーター何載せようかな。そうなんです。そういうね、変なこだわりあるから。カレンダーのスケジュール過ぎたら消すって、それはないそれはないけど、さすがにそれはないですけど、そうやけありちゃんのパパ、そうありちゃんとありちゃんのパパに今アンケート出さんといかんくてみたいな、なんかないかなって言ったら、結局はなかったんやけど、そう結局はなかったんやけど、その話したら、でも、アリちゃんのパパが、前、チリパには出したことあるよって言っとった。で、アリちゃん、その、アリちゃんのパパが送ったこと知らんくて、偽物でしょとか言っとったら、なんか本物だったみたいなことがあったみたいな話をして、結局話それたけん。そう。何にも、あれしてないけど、出したことあるらしい。面白いね。出したことあるらしいわ。コウコさんとアリちゃんの会かなんかに出したらしい。サラが一番思ったのは、ショールームで、あのショールームで喋ったりしとって、あ、こんなことあったわ、そういえばってなるのが多いけん、ちょっとショールームとおごちゃのラジオの内容は、お便りの内容は、まあ、きっと今後被ることが多いだろうなと思いますが、それはね、あのディープなコアな、コアではない、ディープなみんなが聞いてくれてるだけで、ごちゃの視聴者じゃない、視聴者の人はもうほとんど聞いたことない話なので、みんなもね、初見ぶって聞いてください初耳ぶって聞いていただいて、あれ、このカフェの名前何やったっけ、カフェもね、載せようと思うんだが、インスタもね、リセットしたいんよね。まあせんけど、さすがにインスタはね、消したらみんな悲しむから、さすがにしませんが、黒いだった。サラピのスペサポを振り返って読んだんだけど、なかなか面白かったです、ありがとうございます、そう言っていただいてありがとうございます。リセット癖あるかもね、でも結構あるかも。スペサポはサラピのファンクラブ感覚いいや、ちゃんと、あ、なんていうん、あれじゃん、コスパちゃんといいや、いいことや。確かにね、個人のファンクラブ的なものができたら、私のファンクラブ系に登録ね、そこに入ってくれとる人たちはとても
コスパよくさせますよ。だって今別にサラのファンじゃない人でも見れるわけじゃん、スペサポとかは。でもそれがサラのコンテンツの中のってなったらめっちゃちゃんとコスパよく生きさせます。コスパよく生きさせます。じゃあそろそろランキングを読もうかなと思います。マイキさん、スケさん、ありがとうございます。そう、明日は対バンなので48位チコちゃん、24位サトケンさん、13位チマンチさん、12位奥行きさん、11位ケンジさん、10位栃木のスーさん、9位ビレスさん、8位安部さん、7位アサカさん、6位スケさん、5位おいでます元気さん、4位ヤジウマさん、3位ナラブさん、2位ゆうちゃん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。ということで明日来てくださる方は会場でお会いしましょう。そしてまあ来られない方はね、はい来られない方はね、またいつか会いましょうね。ってことで、じゃあこのあとね、まあ何時頃か分かりませんけど、まあ24時までにはスペシャルサポーター、サポーターもお載せようかなと思いますので、チェックしておいてください。ということで、終わります。ありがとうございました。バイバーイ。